これは見事、はい、見事でした。はい。もう終始さあ、ことこと回って、はい、もう邪魔をされないレースでしたね。はい、一切危なげない競馬といった感じでしょうかね。まあ本当ね、こういう状態に仕上げてもらったスタッフに本当に感謝ですね。はい、まあ本当にこのアイロリトって素晴らしい馬なんでね。はい、まあ本当に。まあ、馬自身にもうすごいですけどね、はい、この後も皆さんも追い続けて大丈夫でしょうか。はい、追い続けて続けてください。横山ジョッキーがこうやってもうニコニコしながら、はい、で優勝して、お客さんの前の時もすごい喜んでましたね今日。いや、無知の方ね、皆さんに一緒にゴルフ回った時に、そうなんです今度一緒にゴルフ回らせていただいて、また今年もよろしくお願いしますなんつったら、もう怒りますから横山ジョッキー、まあね、横山ジョッキーから生まれも買ってたんですよ、ワイドも買って、全部取っちゃった。これすごいですよ、はい、あまりアップで映さないでくださいね、お客さんが写真撮っちゃうからもう撮らせていただいて、わかるのは、ただでも枝照ジョッキーと君らジョッキーとまた一緒に、はい、行かせてください。ゴチになります。はい、おごりということで、はい、成立しましたね。いやでもお見事な競馬でしたよ、本当に本当にお見事でしたよね。横山ジョッキー2年ぶりということで、2年ぶりの、はい、ね、はい、最近ね、あんまり G1 勝ってないんでね。いやでも今年はね、たけし君をデビューしましたし、ね、あのデビュー戦の時なんかもう親子で後ろ走ってて、たけし君が動き出した時にまだお父さんは後ろで待ってたんですか。あれは教えてたんじゃないですか、最後直線して3着に入った、すいません、心配で見ちゃいましたまだ息子さんを見てたんですね見ちゃいましたね、父親目線で見てしまったかと、はい、いうことですけども、ね、息子二人ね、はい、どうもなってからちょっと気苦労がいろいろね、心配がそう、何年か前のね、大箇所の時に和夫君がね、出て、はい、逃げて、はい、話して逃げたじゃないですか、はい、してね、あの時の話を伺った時も、はい、もう中山競馬場で見てたと、その時に、フナッシーが来てたけど、フナッシー以上に俺を応援してたすごいお父さん、優しいお父さんなんですよね。いや、本当ね、お恥ずかしい止まるの分かってても、まさか止まる、もしかして勝つんじゃないかと、クノドリームを本当に、そうですね、もしか単勝1万円でも持ってんじゃないかっていうぐらい思わせてます。いや、でもあれ気持ちになりますね、親心というか、はい、でも逆にこう、その息子さんにこう背中を見られてる分、なんかまたちょっと自分の中でも葉っぱをかけられるというか、そういう心理にはなってないですかね。そうなんですかね、うん、違います違いましたかね、ちょっと違ったら、やっぱ背中を見ろっていうタイプですか。いや、そうですよね、はい、といったわけで、はい、いや非常にめでたい席で、その5週連続 G1 の一発目に横山のジョッキーに来ていただけたというのも、ちょっとレンさん、ありありませんか、やっぱり、はい、横山ジョッキーが、はい、よかったということで、はい、めでたいで、はい、めでたいと言ったら、うーん、横山ジョッキー、どうしました、久しぶりです、ごめんなさい、はい、はい、挟みます、はい、示せ、兄、岩井、レース終了後に作りましたレプリカ石鹸、こちらに横山騎手にはサインをいただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、します。こちらは皆様にね、どんどんプレゼントしますので、そうですね、プレゼントですからね、10連続のね、この東京競馬場でのね、 G1 の、ね、最初に勝ったジョッキー、そうなんですよ、我々も伊勢ダービーの、はい、何年前でしたっけね、はい、はい、横山ジョッキーに来られましたけども、はい、今後もレース解雇に出演させていただいた各レースの優勝ジョッキーの方にサインをいただいて、ファンの皆さんにはどんとプレゼントしたいと思います。こちらは3回東京開催最終日にイベントでプレゼント予定になってますので、皆さんぜひ、お待ちください。後日発表されます。